はい、どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さて、今回リサと会話ですね。あら、かわいい子ちゃん、危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。どうして図書館司書が遺跡に？あら、いい質問ね。それはもちろんジンが私を信頼してるからよ。だからあなたたちも私をもっと信じていいわよ。まあ行きますか。なかなか扱うの難しそうな人だね。よし、行こう。さあ行きますか。多分前回の流れだと今回リサだね。私も少し本気を出そうかしら。さて、雷か。おお。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。この風を使って上に行きましょう。これはだいぶ癖があるな。まあちょっと戦ってみて様子見だね。お姉さんに任せて。なるほど。それなりに強いね。なるほど。長押し栄翔でやっちゃったね。雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。逃がさないわよ。おー。意外と使い勝手いいかもしれない。しびれなさい。あー、時間ないね。こういうことならもう主人公で叩き切る。今のはなしでしょ。動けない間に攻撃されるのは一番辛いね。しびれなさい。長押しはなかなか難しいけど、普通の攻撃はだいぶ楽だね。なれやな。しびれなさい。
行きよ。ここから上に上がりましょう。さあ、チュートリアル的な感じで進んできたけど、こんなもんかな。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないと。うがしなさい。めちゃくちゃ攻撃してくるな。回避行動がない分むずい。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるような濃いほどの衝撃ではないけれどね。しびれなさい。まとめて倒すには持ってこいってことか。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。やっぱ特別なんだね。あ、目ってそういうことか。これね、あー目みたいだったね。確かにね。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子。これを壊せば帰って休めるわよね。休めると思ったらがぜんやる気が湧いてきたわ。東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。彼はどうしてそこまで。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ。モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。さあ、竜の書ゲット。まあこんなもんだね。
もちろん、そうだね、他にやりたいことがあったら、オイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿で、また失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。さあ、異邦人クリアと。冒険者ランク10必要ですと。なるほどね。七天神像の方のワープポイント。宝箱任務秘境クリアのいずれでも冒険ランクを上げられますと。はあ。で、通れるようにはなったけどという感じか。さあ、ガイアと会話しますか。まずい、これはまずいことになったな。どうするか。慌てるなんてらしくない。おお、旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし召しだろう。凡人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかムカムカするぜ。手は空いてるけど。そりゃちょうどよかった実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな。お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。さあ、海賊の秘宝。どんな感じだろうね。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ。何から話すか。そうだな、まず一つ、お前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろう。眼帯って遺伝するもの旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。お宝。手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝お宝お宝、うるせえな。ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か宝石か。ふふん、金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。いやー、信じがたい大冒険だよな。これぞ海賊のロマンだろ。すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、
いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたら神剣もきっと。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならオイラたちが。とにかく安心しろ。オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ？ワクワクしないか？すっごい真剣らしいぞ。本当に本当？とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。うーん、うーんってなるよね。だいたいこういうのは全然違いましたっていうパターンが多いからね。こんにちは。あなた、アルカディア遺跡について何か情報を知らないか？アルカディア、聞いたことないね。ごめん、僕はまだ新米だからさ、知ってることは少ないんだ。そうか。教会に依頼してみたらどうかな？ベテランの先輩たちなら力になれるかも。ダメダメダメ、それはダメだ。もし他の冒険者たちに先を越されてお宝を取られたらおしまいだ。なるほど、それならしょうがないね。お宝、いや遺跡のことは気にかけておくよ。そうか、ありがとな。やっぱ口軽いな。おっと、そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや銀髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい神剣を探してるんだ。しゃべりすぎ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないか？アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？情報提供？めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。まあ聞かれるよね。まあ見越してそうな気はするけど、そんな間抜けなやつだと思えないしね。戻ってきたか。何か分かったか？はあ、冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい。本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。そうだね、立場上行けないよね。その通り、さすがだ。俺も一応騎士だからな。そういう裏社会とつながりを持つわけにはいかないだろう。助かる、頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。任
さあ、地脈の花解放。そういうのがあるんだね。冒険者ランク上がった。あれ？重要なお知らせ。地脈の花。報酬、なんかいいのが手に入るんだね。おお、なかなか出ないな。まあまあまあ、今回切り替えんでここにしましょうか。で、次回はここまで行って話を聞こうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。